私の休日をお送りしたいと思います。私は趣味でカフェ巡りがあるので、今日は博多の方に私が最近行って可愛くて美味しいなと思ったところを皆さんにお伝えできたらなと思っています。それじゃあ行ってきます。はい、博多のカフェに到着しました。見てください、お花がすごくいっぱいで可愛いお部屋になってます。これは全部アジサイのお花で装飾されてますね。私の好きなお花もアジサイなのでとても嬉しいです。ここは完全個室になってて、もう友達だけの空間だったり、もう2人だけの空間だったりとかで、もうすごく楽しく自分たちだけの時間を過ごすことができるので、もう女子会にもデートにもぴったりだと思います。私の休日の過ごし方でした。皆さんどうだったでしょうか。もしもよかったらこういったカフェ巡りとかしたりして、皆さん楽しい時間過ごして、おしゃべりたくさん楽しみましょう。ありがとうございました。